との橋は愛知県岡崎市の中心部に位置する大塚川にかかる橋梁である。愛知県道483号岡崎高田線を通す。周辺には岡崎城を有する岡崎公園がある。毎年3から4月に開催される桜祭りや8月の第1土曜日に開催される岡崎観光夏祭り花火大会はこの橋のたもとで行われる。 1927年の春工時から、当時の遺書をほぼ残したまま現在に至るまで、現役で存在している。土木学会戦勝土木遺産に認定されたている。2021年9月28日に土木学会戦勝土木遺産に認定された。尾崎志郎の代表作、人生劇情勢春剣の作中にと伸ばしの記述が、出てくる。橋爪4箇所にある親柱は、 当時の岡崎の石膏たちによって作られた。1927年7月19日に行われた竣工式には、小畑豊次愛知県知事をはじめ、県会議員、県下市町村長などが出席。共産の花火大会も合わせて盛大に行われた。親柱状の金属製の街灯は、戦時中の金属教室により取り外されたが、戦後になり、市民の寄付により復元された。 三影石成鉱欄の一部が、宇岸下流の岡崎公園付近への階段席として使われ、現在も残っている。2015年の工事の際、手義田の指鉄金に当時八幡製鉄所では作られていなかった異業奉公が使用されていることが分かった。ありがとうございます。